皆さん、こんにちは。東北大の巨匠と申します。えー、とこの度イノベーションジャパンという貴重な結果で、えーと、我々最近の研究結果と、その、えー、と実用可能性について簡単に話していきたいと思います。えー、と最近、我々ですね、えー、と強打男性系を発現する金属の開発に成功しました。えー、とこの合金の大きな特徴としては、えー、4.3%を超える男性歪みを発現することでございます。えー、とこのような、えー、と大きな えと男性歪みをバレー、コネクター、死ぬなどの、えー、と男性構造物材、えー、に利用すると、えー、とそれらの、えー、と物材の構成力が期待できると考えられます。また、えー、とこのような重大,、えー、と大きな男性群形を利用することで、えーと重大のえーと えー、とこの左側図に示すように従来のバルク金属が適用できなかった新企業との開拓も期待できると考えられます。例えば侵食、えー、性の高い導電台、使用す変換用、触媒座などでございます。えー、と次は、えー、と本工金利を受ける時、えー、の男性変形特性を詳しく紹介していきます、えーと。この左側の図は、えー、と鉄鋼 形状強合金、えーと、本合金の室温、えー、引っ張りに,、えー、による、えー、と力歪み歪み歪み曲線を示しております。えーとえー、この図に示すように、一般えー、抵抗などの一般金属材料は男、えー、性歪みが0.2%以下と小さく、えー、0.2%を超えると瘡線形が発生してしまう。えー、と形状強合金は、えーと えー、擬弾性変形、えー、というメカニズムで、えー、大きな影歪みを示しておりますが、えー、と大きな問題点としてはこのオーニョヒステニシスが存在するため、えー、と国回避特性が冷、えー、化しやすくなるという問題があります。えー、と比較として、えー、こちらの赤い曲線に示すように本国においては、えー、4.3%を超えるヒステニスのない強打弾歪みを発見することを確認しました。 えと加えてこの合金もえーと600ペンメガパスを超える強度も高強度も確認されています。えー、と右側の図で示すようにえとこの合金はもう一つの特徴としては接待ットと同じ程度の低ヤング率を示すことも特徴となります。はいえー、と以上のような低ヤング率、高強度、高弾性に同時に出現した本合金は 17のバルフ金属の枠を超えた革新的な断ン物材とは言えます、えーと。実際にこのような大きな感覚することがでえます、えーと。こちらの図に示すように、えー、本合金は、えー、と曲げ試験で大きく変形させても、えー、と浄化すると元の形状に戻る、えー比較として。比較試験として、こちら、えー、と右側の図に示すように、 モニー部ンは負けて力外しても元の形状に戻れないこれは粗線形ということが原因になりますこれまでの研究で大きな断石積みや低アングリスなどの金属物体の設計指針の確立ができるようになってきましたがまだまだ相菜開発段階ですこれらのシ図テムに戻って えと一緒に共同実機に向けて一緒に共同研究してくれる企業様を募集しております。えー、と特に、えー、と一番人数情報を取得と、養、えー、途探索という目的でバレーコネクタ、えー、とシール、えー、やひずみゲージ、電子皮膚などを関係している企業様の、えー、との共同ディスカッションができると幸いです。はい、以上となりますごご清聴ありがとうございます。